えっ、ー、かなどうもボビーアトレーザーのボビーですえー、今日は11月12日ですねえー、72回目の配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビ,アレザーのボビーです、ねえーアレザの昨日はですねあの11月11日の、ね、一並びの日でしたねで、ねえー、皆さん、ね、なんか1111日なんだなんかいた, <laughs> いただきましたかねなん,かなんかしました、えー、僕はですね、えー、夜ですねプリッツを <laughs> 食べましたで、まああのー、まあ麺類はですね、えー、もうちょっとね食べて

この放送はですね <laughs> ボビーアトレー、大阪のボビー・アトレザーのアトリエからお届けしております。いつもこれ忘れるね。で、えー、<laughs> フィロソフィー・オブ・ライフというね、番組です。<laughs> で、えー、まあ,あ、そこまで寒くはないけど、なんかちょっとこう、 羽織りたいなとか、うん、いう時にね、ええー、してるんかなああ、れですよ。おお、やっぱこう、革ジャンの季節が、ちょ、ね、な、な、なったかなと思いますね。うん、あのー、革ジャンって言ってもね、あのー、なんか、真冬の寒い時に、着るっていうイメージもー、あると思うんですけどもね。実はですね、そこまでの防寒。意味もなくし、まあ、ある種ファッションですかね。えー、そんな中ですね。 あのー、おすすめする素材はね、まあ、いろいろあるんですよ牛側豚側どれも、ね、馬側、えー、ラムとかで、ね、ヤギとかあどれもですね、えー、かっこいいです、うんえまあ、エキゾチックレーザー言いたらですね全部蛇とかあるじゃないですかねっ、えー、とか象側ベストとかね うん、まだ僕はまだオーダーいただいてないんでね作ったことないですけどもうん僕のおすすめはですねズバですね、えー、やっぱこう鹿の皮ですかねディアスキンシャツですね、まあ、これはまあシャツタイプをね、えー、僕は、まあ、あ作ってこれ今僕はこう着てるのがですねもう約2008年に作ってたんでもうかれこれ12年、ね、当時生まれた子はもう12歳。<laughs> ねまあ、飽きずにですねずっとおおこの時期にまあまあそうですね春先からあ真冬はもう僕はもう僕はですねこれ真冬も着てるかな年中真夏以外は大概、あのー、着てますね、えー、ちょっと寒くなったりしたら、まあ、タイトめなですね、えー、パーカーの上にこれをおシャツを羽織ったりとかしたりとかしてますねあとまあバリエーションで言うと、ね、これ巻物ですかねうん。 巻物をですね、えー、いろいろ季節によってとか、まあ、TPO によって変えたりはしながらですね、まあ、スカーフ巻いたりとかしてですね、えー、いろいろこうファッションをですね、えー、楽しんでますけどね、うん、そんな、まあ、まあ割と僕の中ではベーシックですかねあ、まあ、飽きずに、まあ、そんな手入れもなく、うん、あの拭て 普段楽に来てますね何,何がこうお,おすすめかなっていうたらですね、えーまあ、軽い <laughs> 軽いです軽いのとゴワゴワしないということとで,ですね、えー、まあ、えー、あとは通気性的なもんかなあのこう程よく汗かいでもこう出してくれるしあのー、なんていうんですかねいやもうあの第二の皮膚ともね呼ばれてますからね鹿川は。 あの体のなじみはすごくいいですしあの例えばもう僕なんかもうね12年前と僕今あの <laughs> このねえー、ね12年後のこの自分の比べてですねやっぱり体型も多少ねふくよかにはなってきてますからね。うん、だけどもおある程度のねこの伸縮性も兼ね備えてますしね。うんでまあ、あのただ まあ、全部ええとこばっかり、えーまあ、伝えてますけどまああのーまあ、デメリットかどうかわからないですけど、まあ、人によってのお好き嫌いは多分あると思うんですけどお傷がちょっと多いかな、うんあのー、どうしてももともとの皮のこの銀面がちょっとどうしてもね剥がれてたりとかあとお皮の状態でですね、えー、ちょっとこう。お 野生嫌かなかどうかわからないですけどちょっとこう傷んでたりとかあとあの穴が開いてたりとかねしたりしてますねまあだけど僕としてはですねそれもですねデザインの中にこう紹介してですねあのー構成するというかうんそういう感じで作ってきてますねまあ今こう見えてるこれもディアスキンシャツですようん軽いですね。あのー このー2013年の作品ですけどもねこれはね「不死鳥」って言ってね、うん、この不死鳥もですね、えー、バリエーションを変えていろいろね同じのもお作らせていただきましたしう、あのーね、やっぱジップロックジ,ジップロックじゃないジッ,プジップアップ <laughs> とかね、あのー、非常にパッと脱着しやすいし、まあ、これはまあちょっとした、まあ、これはポケットも付いてますしね。うん でまあとまあ,あー冬場の場合はですね僕はこの上にですねこの着た上にダウンベストを着てますねダウンベストっていうか、うん、ダウンベスト <laughs> ロッキーマウンテンのね僕はあのダウンベストをずっと着ててそれをですね、えー 革ウジャの上から羽織ったりして、えー、例えばまあ寒い、えー、真冬のねあのどっか行くときとかですね、<laughs> あの京都とかそういうとことかとか行くときはでであそのスタイルでですね出 <laughs> かけてますけどね。うんまあこれディアスシャットディアスキンシャツはですね、えー、一着ねあのあのおもじでしたらねあの。 多分あのど,どんな服よりもあのなんていうの着回しっていうかあのししあのこう出番が多い出番が多いっいうかね、うんうん、ワイルヘビーローテーションになるような気がします。ねこの一着の革ジャンで大体、えー、2から3大体大きさにもよるんですけど大体3等分。 2頭はちょっとあれかな、3頭分、鹿3頭分を羽織っていると思ってください。1枚が1匹ですからね、1頭ですからね、鹿3個羽織ってるあの三三頭羽織っているようなもんかな、うん、それでやっとこう、1着のですね、えー、衣類が完成するっていう感じですからね。あ、はいね、あとまあ だけどもうあの牛でも僕は好きですよあとはもう仕上げ方かな、うん、あとねあの気になってて、えー、る素材もありますねあこれはいいなーっていう素材がありますねあまあまあ,あの値段は張るんですけど素材のね、まあ、鹿よりは、うん、だいぶ張りますねあのエルメスのバッグとかを作ってる革なんですけど同じ革なんですけどねあの僕が作っるのはドイツのーメーカーあのブランド名は忘れたけどあの。 ちょっと持ってるんですけどおこれ革ジャンにしたらすごい軽くて着やすいやろうなと思うし、うん、なんかそれはまあまあぜな感じですけどもね、うん、あのせっかくねこう写真もね載っけましてこんな感じでねこれはちょっと、あのー、ジップタイプのねジャケットですね。えーあの袖も まあ、基本的にボタンが多いんですけどね、うん、これはあ、ね、ジップ式ですね,ね今あのイエローモンキーで大活している非、ねえー、ベースのシヒースさんのモデルですねはいこれあこれもおですね、えー、当時制作させてもらったオーダーですねこれも鹿側ですね、うん、これは、えー、キャメルなのおちょっとこうこなれた感じのね、うん やっぱこういう色はねあの春先とかもねすごくいいですね、あのー、どうしても僕こう黒を着てるんでけどこの春なんか3月4月くらいになった時に、えー、ちょっと明るい色を取り入れたいなと思う時どねあのやっぱこの辺の色合いのキャメル系はねあのどっちでもね、えー、使えますしねコーディネート幅広がりますね。 スティングレーのね、えー、だからあの,あ,あの、ワンポイントのところをですね、ぜ、えー、いうにね、取り込んでます。でもまあ、ほんで、シルバーのボタンはねあの、オリジナルで、えー、このね、オーダーいただいた方からですね、えー、送ってもらって、それを取り付けてます。ね あこれもこれもですねこれ,これも炭黒です、ね、のシャツで、えー、まあハンドステッチを、ね、僕はこう革紐ですね編み込んで、えー、作ってるんですけどねこのれはですね、えー、部分のとこだけ先に赤の革紐もをおお巻いてですねその上からですね黒で巻いてるからこうちょ,ちょうどこのなんていうの赤があ点点点点となってね。うん。 あのー、ワンンポイントになってますね、はい、あこれもですね、えー、これがまあ、まあ、レーザーシャツでは最近かな、うん、でこのこれもねあのかっこいいかなと思ってあのフレアっていうかフ,あのファイヤーのね感じの盛り込みましてねあの、えー、革ひもですね編み込んで、えー、柄にしてですねで まあ、あの皮紐の止めるあのボディとねあのパーツと止めるパーツはですね、えー、どちらかというと、えー、茶色に近い方かな、うんまあ、あのあーコーヒー牛乳みたいなねぐらいの色のディアスキンをですね紐、えー、にして、えー、これをですね編み込んでますで襟のところにはねウミガメのキャメルをですね、えー、インレイにねしています まあ、これも全部あのブログには載ってますんでね、あのぜひご覧いただければなと思います。まあ、こんな感じでね、普段はいろいろ、いろんな素材でですね、えー、作ってますね。はい、こんな感じで、えー、今日はですね、お届けしますね。えー、っと、あと、まあまあ,あ、毎日お伝えしてますけどね、こう今ちょうどね、こうキャンペーン、えー、ウェブショップの方はね、えー、キャンペーンをしているんでね、えー、ぜひご覧いただいてですね、 えー、まああのー、キャスケットとかね、えー、もうディアスキンとか使ってるんですけどキャスケットとかはですね本当にねえー、かか心地いいっていうか、うん、やっぱこう頭にかぶってるものでねまあこうハットとかはねどうしうちょっとコシのある素材をね使いますけどもね、うん、まああのー。 ふにゃっとした感じがで顔なじみっていうかあの、なじみっていうかね、あのなじむんやったら、えー、あれがおすすめディアスキンはおすすめですね。うん、あと、まあ、先ほど顔はあまあ、クーポンコード、これね、ねこれクーポンコードなんで、これをですね、えー、入れてですね、で、まあ,あの、ようやくとかご購入の時にね、ポンと入れてくれれば。 あのー、ちょっとあのお求めやすくなるそうですねはいまあそんな感じでですね、えー、まあ今日もね、えー、今日は、えー、そろそろカージャンが恋しい季節やなということでですね、えー、この時期おすすめの素材はあこれっていうことでね僕はあディアスキンをね、えー、提案させていただきましたねうんあ 水口さんありがとうございます。コメントいただきまして。デ、う、ィ、ん、アスキンのザラザラした感じの感触が痩せみがあり、えー、好きです。あそうですね。デ、う、ィ、ん、アスキンはその首のところと僕はね個人的に首のところの,あのこ,こ,こんなことしてるけどあの <laughs> あの背中のとかをこう使ってるんですけどよくあの鹿のね首のところのねあの箇所がすごくね ああのー、のこう脂肪が多いんですよ。あなんていうか普段ほらこうね僕らでもほら首ってほら手話多いやねでやっぱこう運動するところとかはやっぱこう肉付きがこうね手話がこう寄ってるんでその手話の具合がねまたいい柄になるんですよ。であとあのー、僕が好きなところはですねえっ、ー、とお腹周りの ダブ付きのところですかねそこはもうねあの脂肪がですねこうやっぱこう背中の方はピーンとこう張って非常にいい,いいところなんですよ。皮の皮っていうことでくればあ背中のところの中央のところかなは非常にあの何、ー、ていうか均一なというかあきちっとしてる感じなんですけどであのお腹のところはねやっぱしわが多かったりとかちょっとベラベラっとしてて、えー、ちょっと始末が悪いような感じのところなんですけどもそこがねまたね まあ、こ,これで見てもらったら分かるんですかと思うんですけどこう村とかが出てて手話、ね、とか村とかあよ,よくあの要は既製品で言うたらちょっと具合悪いなっていう,うところかもしれませんけどそれがですね何とも言えないこうグラデーションというかあの表情を出してくれるんですね。それはですね本当に、えー、僕はそのディアスキンのお好きなところですね。 まあ、ディアスキンシャツはあ、まあ、あ僕はあ本当に、えー、真夏以外は基本的には羽織ってますねちょ T シャツの上からもファッと羽織ってますしね、まあまあ、僕の場合はですけどボディーワードレザーの場合は裏地があんまりつかないんで裏地をつけてないので、あのー、最初はですねこうおー白い T シャツとか着たらねえらいこっちゃになりますあの粉がつくんでね皮の。だけどもあのー 着ていってるうちにまあ,あのそれはあの抜けていくっていうか取れていくしその皮ねもうこれもう10年以上着てるからもう全然何も気にせんと着てますけどね、うん、でなんていうんやうな、ろあなこれもまあ定着させるようにまあなんか上薬をですね、えー、なんかこう専用のものを塗ればまあ多少は防げるかな思うんですけど通気性のこととか考えたらどうかな思ってねもうやっぱ羽織るもんなんでね、うん、まあ僕 としてはこれもう1日着てるしもうもうパーカーもうジャージ着てるようなもんですよこのディアスケーシャツほんまジャージみたいな感じしなりもええしでまあ育ってくれるしね、うん、あのー、なんか別にこれずっと着てて皮紐がほどけたなーいうことはないですね不思議と、うん、まあまあそういう毒、まあ、まあねもう10年2年以上前やからまあ今の方があのクオリティは高いですけどね <laughs> もちろんね えー、まあ,あのそんな感じでですね、えー、まあ今日はなかなかとね革、えー、ジャンの話をさせていただきましたそれではですね、えー、また、えー、明日もですね、えー、まあ配信すると思いますんでねいろいろ <laughs> まあネタをまだ未定ですけど <laughs> まあ,あのこんな感じで、えー、ゆっくりさせていただきますんでねあの配信させていただきますんでねまたゆっくりねご覧ください。 ええと、あ、いろいろありがとうございます。あ、宮城さん、こんにちは。今日はあ川のお話ですかとあ。今、遅れて参加しましたと。あ、ありがとうございます。ねいやいやもうそんな、ねコメントをね、寄せていただけるだけでもあの、本当に嬉しいですしね。うん。あの、励みになります。えー、それではね、えー、また、ね、お会いしましょう。それでは、ボビーでした。バイ。